9番宮崎由美さん。はい、よろしくお願いいたします。私の方から大きな問題2点質問させていただきます。今日も移住定住人口増加施策の、問題をお話しされた質問された委員の方がいらっしゃいましたが、まずね、本当にあまり難しい話ではなく基本的なことをお伺いしたいと思います。人口減少問題はやはり町の最重要課題に掲げられていますけれども、移住定住促進協議会の活動等により、なんか新しい人がだいぶ増えたんではないかなという印象があります。大変ね、喜ばしいことかと思います。そこでですね、昨年以降、ごめんなさい、実際にさっき町長が大きく人口が減ったのは NTT とか速攻所とかそういったところがごっそりいなくなったから大きな現象があったというお話をされていますが、そういった公の施設や、NTT などの移動があるもの人たちではなく、実際に八丈に定住をしようという思いを持っていらした I ターン、U ターンの移住者の概数、本当に細かいところは難しいかもしれませんけれども、あとは教員とかね、市長の職員とか、除いた、概数は把握されていますか。これが1点目です。それで、2点目、先ほど神奈川議員の質問の中でご回答があったのですが、もう一度ちょっと伺いたいと思いますが、大きな課題としては、やはり、住居、住むところ。で、私のところもね、ずいぶん問い合わせがあったんですよ。家ありませんかって。なかなかね、ないんで、そういう時は移住居をね、ご紹介してたんですけれども、やはり大変それが今大きな問題となっています。で、空き家調査が行われていましたが、その後の状況はいかがでしょう。先ほど件数とそれから不動産屋さんと協力してというお話があったんですが、もう一度教えてください。大きな2点目です。食とエネルギーの自給率向上というお話です。日本の食料自給率は今 40% 以下、これはカロリーベースですね、2020年のデータですけれども、4割以下となり、首相も先般の訪問先で自給率を上げなければならないと述べています。しかしこれまで我が国は自給率を上げるという政策を行っていませんでした。アメリカとかね、そういうところから輸入をすることを是として、やってきたわけです。しかしですね、原油価格も上がり、それから、エネルギーも高騰してます。皆さんもガソリンを入れてね、いやなんて高いんだろうと、感じていらっしゃると思います。またですね、大災害がやってくれば当該からの食料の供給がストップする、しばらくはストップする可能性というのは十分あり、島内の生産量が上げておく必要があると思います。で、皆さんね、結構食べ物作ってらっしゃいます。ですからもらえる人はもらえるかもしれないけど、もらえない人はね、やっぱり買わなきゃいけないですよね。その中で小さな一番です。物価が軒並み上がり、テレビでもねやってますが、玉ねぎなどは2倍近い価格になっているようです。その一方で八丈さんの玉ねぎはね
あんまりそんなに高くない。しかし収穫期は、非常に短期間、いずれやってくる食料危機がやってくると言われていますが、島内での食料生産量を上げ流通を促進することが必要と思われます。生産量を上げるのと、やはり流通させることが必要だと思います。これについての町のお考えをお聞かせください。2番目、地熱発電の開発ですね。まあ、八丈島の基本構想、基本計画でもクリーンエネルギーを推進するというのが掲げられていますが、この地熱発電についての、特に地域貢献について進捗状況および今後の方針についてお示しください。それから3番目です。先ほどちょっとね、農業の話をしましたけれども、八丈島の伝統漁法である草屋もろの棒受け漁が危機的状況と聞いています。町はこれについて把握していらっしゃるでしょうか。また現在漁業の主力、産品というか主力の魚である金目鯛についても漁獲量が減少する可能性があり、資源を回復していくためには現在より、漁業圧を3割以上削減していくということが必要であると国の将来予測がなされています。八丈町の、漁業を守るために今後どのような取り組みをするお考えかお聞かせください。企画財政課長。委員長。それでは9番議員の1つ目の質問と2つ目の質問の中の地熱発電関係についてお答えします。まず I ターン、U ターンの数ですが、これはあくまでも推計になります。I ターンは令和元年96人、2年87人、3年73人となっております。U ターンにつきましては、令和元年50人、2年が69人、3年が75人となっております。次に空き家調査の関係ですけれども、先ほどの答えと同じとなりますが、現状では所有者に貸す意思があるのかどうかという調査は一部のみでしかしていませんので、まず移行調査をしたいと考えております。移行調査をした上で不動産業者などの協力も得られるような形で移住者用の住宅として活用できればと考えております。地熱発電の件については今月上旬から中旬のうちの2週間の予定で噴気試験を行う、予定でしたけれども、遅れております。開始されるときには、防災無線の方で、皆さんに周知をいたしますのでよろしくお願いします。噴気試験の後は設備設計、建設工事、試運転を経て本格稼働する予定となっております。地域貢献策についてはオリックスのふるさと優待を一時実施しておりましたが、関係団体との調整がつかず現在は行っておりません。島の情報発信については適宜行っていると伺っております。以上です。産業観光課長。はい。9番岩崎由美議員の2番目の質問の括弧1と括弧3についてお答えいたします。食料危機に関してですが、議員のおっしゃる通り2020年のカロリーベースでの日本の食料自給率は過去最低の 37.17% となっており、深刻な状況にあると認識しています。これに対して国は2015年3月に食料・農業・農村基本計画を閣議決定し、令和2年3年に更新しております。
その中で自給率向上の施策としてスマート農業の加速化と農業 DX の推進などロボット、AI、IoT などを活用し生産力の向上につなげていく方針が掲げられています。国では他にも食料自給率を上げるためだけで、上げるだけではなく廃棄される食品、いわゆる食品ロスを減らす取り組みも進めており、八丈町でも食育などと合わせて一人一人の心がけからできる対策として周知してまいります。スマート農業については八丈町においては観葉植物が中心となりますが、今年度より東京都の10分の10の補助事業を活用し農業 DX を進めるべく本議会で補正予算の計上も行っております。農業担い手センターを活用し事業を行ってまいりますのでよろしくお願いいたします。続いてカッコさんの漁業を守るための取り組みについてですが、現在漁獲量が減少している原因は様々ありますが、海水温の上昇など世界的な気候変動も大きく影響しており、その部分に関しては個々の自治体でどうにかなるという対策が立てられるものではないというふうに考えております。その上燃料高騰など追い打ちもあるため漁業操業が大変厳しい状況であることは理解しております。漁業者のみならず漁協においても新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢による物価上昇、近年の漁価の低下、漁獲量の減少などさまざまな困難に直面しております。町としては浮き漁礁を今年度更新し安定的な資源確保を行うとともに本議会の補正予算で漁業者が使用する小売代の補助というのを計上してございます。また東京都においても6月議会で燃油の補助として1リットル当たり 7.5 円、3826キロリットル分の補正予算を計上されております。東京都と町と協力して漁業者支援を行ってまいります。また現在の主力である金目鯛についてですが、飼料保護の観点からタック漁獲可能量制度ですかねによる漁獲量の制限が行われることが見込まれますが、先に制限のかかったクロマグロに関しては今年は各地で豊漁ということが伝えられており、タックの効果が出始めたのではないかというような報道も出ております。今後はですね、東京都が占める日本の排他的経済水域約3割ありますが、東京都が持っている海を東京都の漁業者が使えるというような形で、漁獲量の割り当て等ですねが増えるような形の要望を都と一緒にしていければと思っておりますのでよろしくお願いいたします。はい、9番、はい、ご回答ありがとうございます。この間、我々研修に行ってきた時の、講師の方のお話、大変いいお話を伺いました。それはですね、移住定住施策の一番のやらなければいけないことは今生活している人たちを幸せにするという言ったような内容だったと思います。八丈の人たちが生き生き暮らしていればね、あ、八丈っていいんだなって言ってみんながやってくる、そういうふうなね、街づくりがいいなと私は考えます。さてですね、移住定住の方、人数が概算で出ていて、あ、よかったなと思います。個人情報ですからといってそれはやってませんって言えるかなと思ったけど、数字が出ててよかった。こういう数字を着実に積み重ねて、やはりデータに基づいた施策作りがね、必要だと思うんですね。それで先ほど不動産屋さんとの連携というふうにおっしゃっていました。実はこの移住定住のすごく大きな課題がこの不動産屋さんとの連携、複数ある不動産屋さんとどう連携していくかっていうのが
大きな課題だったと思います。でこのあたりのですね、不動産屋さんの連携をとどういうふうにやっていくのかっていうことを少し教えてください。それからですね、産業課長も言っていましたけど、八条の IoT とかスマート農業、おそらく観葉植物メインであると、まあ、あとアシタバだとか、レモン、ストロングハウスとかで町が補助金出してやってるようなことはできると思うんですが、実際に普通の玉ねぎだとかトマトだとか、生活で必要、島の人が食べられるものについてはどのようにこれから考えるかということを教えてください。それからですね、地熱についてなんですけども、まあ、オリックスの方で話が、地域貢献ですね、オリックスの方と話が進んでいるということですが、以前商工会からのアイデアを募っているって前課長がご回答されてましたけど、この辺はどうだったかっていうことを、ちょっとお知らせいただければと思います。まあ、それからですね、最後の漁業のことですけれども、みんな気象変動って言っちゃうんですよね、気象変動って。でも取りすぎだったりっていうことで、まあ、タックとか、それから南大西洋の方向での乱獲とか、そういうことをちょっと気にしてほしいということを以前意見書で出させていただきましたけれども、東京都の水産業振興プランというのが去年策定されたんですね。でこの中でですね、まあ、絶滅危惧的な伝統漁業、網漁ですね、網漁はその人手がいる割には季節変動というか、取れる時と取れない時があって大変だというところでですね、網漁業の存続についての、振興プランを考えているそうです。でこれは非常にいいことだと思うので、この後こういうのを利用してぜひ八丈町の漁業をもっとね、サステイナブルになっていくような施策作りをお願いしたいと思います。以上、よろしくお願いします。財政課長。まず不動産業者との関わりなんですが、これはですね、まだ不動産の方とも全然お話をしておりませんし、そういった、なんていうんですかね、不動産業者の民業を圧迫してはいけないと、こういった観点もありまして、協力というお話を、させていただいたんですけれども、まだ全然考え方ゼロです。でここでですね、何か私の頭の中にはいろんな移住定住の方とお話をしてアイデアは持っているんですが、ここで話をするとですね、それが先走ってしまいますので、ここでは控えたいと思いますので、ご理解をお願いします。あと商工会の地域貢献の関係で、商工会の関係ですけれども、以前にですね、要望書のような形で、意見がいろいろ出てきたかのように聞いております。それにつきましては、町役場の方、企画情報の方と話し合いをして解決していると。で商工会の方は今は、そういうことで、オリックスの地域貢献は今は商工会関係は行っていないということで、伺っておりますので、よろしくお願いします。以上です。産業観光課長。はい、まず農業についてですが、先ほどもご説明した通り、まあ、八丈町の、DX、農業 DX に関しては観葉植物が中心であることは確かです。ただ島の農業というのがさまざまな経過を経て現在のような、家計園芸品目が中心になっているということはご理解いただいて、いただきたいと思います。で現在 の法令等でですね、町が独自で作物を指定して、何々を作ってくださいっていうような推奨というような形はできるとは思うんですけど、
何ですかね、特定してっていうのはなかなか難しいと思いますので、そこら辺はあの農業者さんがこの、農業 DX とかスマート農業をやることで、時間的余裕、体力的余裕等が生まれた時に、他の作目にも、発展していければというふうに考えておりますので、ご理解いただければと思います。続いて、漁業の方に関してなんですが、八丈には、ボウケ網だけではなく流し出し網というトビウオの量もあって、今年はですねトビウオに関しても危機的状況にございます。で、漁協さんといろいろ話をする上でですね、あの魚が取れさえすれば、漁には、出るというようなこともおっしゃられています。まずはあの魚が取れることが重要ということで、調査船の宅難であったりとか、浮き魚礁の今後の活用でセンサーをつけたりですとか、そういうようなことも勘案しながらですね、漁が継続できるような方法を東京都とともに考えていければと思いますので、よろしくお願いします。はい、9番。はい、だいぶ時間がね差し迫ってますが、最後にもう1点だけ、企画財政課長にお伺いします。まあ、あの食とエネルギー の, あの自給率の向上を目指すっていうのは非常に地域にとって大変な課題だと思います。で、地熱発電の開発っていうのはもう八丈町にあのまたとない機会というか非常に宝物だと私は思うんですね。で、あの最初に条例を作る時とか、いろいろみんなで会議をした時とか、あの時非常に情熱を持って町も取り組んでたと思うんですよ。でもなんとなくもう業者が決まってオリックスさんよろしくお願いしますよみたいな、どうも私それ印象を受けるんですね。で、ずっと地域貢献とかに関わって来てくださった外部の有識者たちも今もう八丈町の動きがあんまりよくわからないと、まあ、そういう人たちにあのぜひとも協力していただいて、改めてねあのオリックスさんと町とあの外部の有識者経験者あ研究者との連携がね今一つ大切なのではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。あとあのまあ魚の件についてはあの本当トビウオも危機的状況と聞いてます。まあ魚がいれば取るということで、それだけではないと思うんですが、これについては再質問いたします。はい、以上よろしくお願いします。企画財政課長以上。地熱発電の開発につきましては、町にとって非常に重要なことだと認識しておりますが、私の中ではまず、地熱発電所ができること、これが一番だと思っています。で、地域貢献策もいろいろ前から言われてますけども、地域貢献策の中にはやはり発電所ができないと、開始できないというものもありますので、やはり、発電所をまず作っていただくと、これが一番重要、最重要課題かなと思っております。で、まあ、いろんな方との、まあ、つながりといいますか、今までつながりがあった方の意見もということですけれども、やはりそういったことも重要だと思いますので、これからですね、まあ、機会があれば、耳を傾けていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。